こんにちは、IKEA 大好きなサヌです。よろしくお願いします。 IKEA 渋谷店に行ってきました。今回はちょっと目当てのものがあって渋谷まで足を運びました。これは渋谷店限定のプラントキーマカレーです。お豆の味なんですけど、食べ応えはしっかりありました。渋谷の繁華街で50円でコーヒー飲めるってえらいことやなと思いました。今回は夏の新商品を買ってきたので、そちらを紹介していきます。夏の新商品たくさん出てるんですけど、これは人気出そうだなっていうのを中心に紹介していきます。ぜひ最後までご覧になってください。一つ目はスプリーツブラインドのショッティスです。これはいきなりすいません、新商品ではなかったですね。リピート買いなんですけども、この商品はこのように窓につけるのれんのようなものなんですけども、こちらは上部を両面テープで留める貼るだけのとても簡易的なものなんですけども、600円と非常に安価でしっかりと視野を遮ってくれるんですけども、程よく光は取り入れることができる商品です。なんですけども、今回は窓枠に貼らない使い方をしようと思って買ってみました。素材はポリエステルなんですけども、簡単にカットすることができます。私は今回カッターナイフとハサミを使ってカットしてみました。なのでこの商品って細い窓があったとして、わざわざロールスクリーン買うほどでもないのになみたいなところに使うととっても便利なんですよね。で、使おうと思った場所がこちらになります。冷蔵庫の上です。このコンセントがすごい目立ってたのが気になってました。これを隠そうと思います。長さ方向もちょっと短く切っています。上は付属の両面テープで直接天井に貼り付けました。はい、ビフォーがこちら、じゃじゃん。どうでしょうか、すっきりしたんじゃないでしょうか。続きましてはグラスです。こちら去年も出てたのでご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、今年も新商品として登場しました。なんかめっちゃブンブンアピールしてますけども、こちらプラスチック製でございます。なのでピクニックとかに持っていくのにぴったりな商品でございます。プラスチック製で軽いんですけども、すっごく可愛いのでテンションが上がります。もちろん食洗機 OK でございます。収納はポーリケというラックを使って吊り下げて収納しています。続きましては新商品がたくさん出ていたので紹介していきます。ほんと最近新商品が多いんですよね、全然追いつかないんですけど、ちょっと一緒に見ていきましょう。こちらは増加フェイクグリーンですね。すごくリアルなエアープランツですよね。3つセット799円でした。これが一番何これって思った商品なんですけど、何だと思いますか？これね、スチールの塊なんですよ。で、結構ね重量物なんですけども、999円のマガジンファイルだそうです。書類の一時置きスペースなんかにしたらおしゃれなのかもしれませんね。こちらがデスクにつけるケーブルオーガナイザーなんですけども、びっくりなのが1000円なんですよ。安くないですか？すごくしっかりした作りなんですけども、51センチって幅もありますしね。いや、ほんまに1000円って何回も見てしまいました。こちらはハンガーなんですけども、竹製でめっちゃ軽いんですよ。めちゃくちゃおしゃれじゃないですか。ザラホームに置いてそうなデザインで言いますか。またお値段がびっくりの5本セットで499円税込みでございます。これはねちょっと次回買おうと思ってます。ちょっと渋谷だったんで荷物がねもう限界だったんで、ちょっと次回にします。こちらもまたおしゃれなボックスです。蓋付きのボックスでスチールとコルクの組み合わせ、大好きな組み合わせでございます。で、積み重ねられるようになってます。こちらはノートパソコンを置く台ですね。なかなかこういうガジェット系でナチュラルでおしゃれなのってないので貴重だなと思います。こちらのウッド柄のミニチェスト、小さい引き出しを買ってきました。
紙製なんですけども、とってもしっかりしています。お値段も1299円ととってもお手頃価格となっています。珍しく組み立て式ではありません。引き出しの中には仕切りもついています。これは自由に箱になっているだけなので、左右にスライドさせることができます。で、裏に貼る足滑り止めのシールがついてたので、それを貼りました。これを貼るとですね、かなり滑らなくなって安定します。まずこれを置いてみようと思っていたのは、子供部屋に置いている本棚ビリーにです。奥行きがちょうどいい感じに収まっております。無印の引き出しなんかもすごいぴったり収まる作りになってるんですけども、ウッド柄でナチュラルな雰囲気にしたい場合はこのチェストでもいいかなと思います。まあ、何より安いですしね。で、もう一箇所ぴったりだったのがサイドテーブルのネスナーです。お持ちの方多いと思うんですけども、これにもぴったりでした。ちょっと引き出しが追加できて収納力がすごい増えましたね。下にもリモコンとか置けてパッと取れて便利です。続きましてはキーリングです。前回の動画でもピンク色のキーリング新商品ですって紹介したんですけども、こちらの五郎入りのバッグも出てたので買ってきました。結局ピンクのバッグはですね、アメちゃんを入れて使っています。子供が外に遊びに行くときに中にアメちゃん入れてカバンにちょいってつけて持たせています。こちらにもアメちゃんを入れるとちょうどいいですね。129円と安価ですけども、チャックもきっちり閉まります。で、なんでわざわざ渋谷店にまで足を運んだかと言いますと、これを買うためだったんです。渋谷店限定のフリーザーバッグなんです。他にも新宿店、原宿店それぞれ限定の柄が出ています。お値段が割高なので注意してください。でも可愛いから買っちゃうんですよ。1リットルサイズですので、国際線に乗る時の機内持ち込み用の液体袋にぴったりです。この縁がブラックって結構かっこいいですよね。おしゃれ。まあちょっともったいなくて結局使えないっていう未来は若干見えております。こちらも新商品なんですけれども、ケーブルオーガナイザーバッグとして売られていた商品です。お値段が驚きの税込み299円っていう、めっちゃ安いですよね。長めのマジックテープがついているので、こう多少中身が膨れていっても閉まると思います。開くとこんな感じで、一番下、一番左のポケットは結構、立体的に広がるポケットになっているので厚みのあるものでも入りそうです。真ん中はメッシュポケットで、一番右側、上側はチャック式のポケットになっていて、中が2個に分かれています。そろそろ皆さん海外旅行とか行かれる方も多いかなと思うんですけども、こういう変換器、アダプターとか充電器とかケーブルとかって結構荷物になるので、そういうのをまとめて入れておくのに便利かなと思いました。結構こう厚みのあるものを入れても余裕でくるっとまとめることができます。また横幅が結構あるので、ブラシとか歯ブラシとかそのまま入れることができます。これが結構便利かなと思いました。洗面道具入れるのに無印のこちらのポーチを持ってるんですけども、歯ブラシも入ればいいのになって思ってたんですよね。あとはマウスとかヘッドフォンとか入れるのにも便利でした。実際にこれから旅行とかお出かけする際に使っていこうと思います。今回買い切れなかった新商品はまた次回紹介していこうと思います。
最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよければグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。